こんにちは、井上陽水さん、少年時代、お願いします。井上陽水さんで少年時代でした。井上陽水さんの曲、今日初めてね、弾き語りをさせていただきました。少年時代を思い出しながらちょっと弾いていたんですけど、7月になりました。そして、来月8月はね、夢花火が上がります。花火ね、たくさん、上がると思うんですよ。花火大好きです。皆さんも花火ね、お好きな方たくさんいらっしゃると思うんですけど、いろんな花火が上がりますけどね、いろんな夢も一緒に、花火と一緒に上がってほしいですね。上げましょう、花火をドッカーンと言いましょう。ということで、僕の心が、だんだん夏模様になってきたので、少年時代ちょっとずっと練習してきたんですけど、なかなか、陽水さんの曲、本当難しいので、頑張ってみました。ありがとうございました。